はい、おかえりお疲れ、こんばんは、マッチコでございます。さあもう、いやもう今週バタバタしてたわ、もう疲れたわ言うて、ちょっと動画もね上げる数がちょっとガクンと減ってしまいましたけども、まあまあそんな疲れた時にはにじゅうちゃんに癒されてみようということで、今日久しぶりにねインスタ見るわ。インスタの、アーティストオフィシャルの方ね、これ見ていこう。ほんで、ちょっと気分を盛り上げるためにヘッドホンします。何も音聞かへんねんけどね。多分これあった方が私は喋りやすいというかね。はい、行きましょう。それでは、にじゅうちゃんのアーティストオフィシャルインスタグラム。久しぶりにスタート！ますよ。さあ、まあ、どっから行こうかっていうことやねんけど、前見た時もだいぶ前、もうカムバ前ぐらいだったんちゃうかな。そんなとこまで遡ってたらもうえらいことになるからね。キンキンのやつでだいたいみんな見れるぐらいにしとこうかな。リクちゃんから、はい、リクちゃんから行きます。おぶぶここぶデート、録画、画面、デスクトップ録画。はい、これをちゃんとした上で喋らんとね、喋ってんのと映画チンプンカンプになってまうからね。行きましょう。はい、リクちゃんです。はい、ユニバーサルストリー、USJ ですね。ユニバーサルストリー、ストリオジャパン。だ、リクちゃんの写真でございます。これが2週間前。今現在がですね、2月の18日の金曜日、お昼に撮っておりますけど、その2週間前、USJ。あん時のかな。でもまだオフで、プライベートで行ってる感あんねんな。これ、お化け被ってる。お化け被ってるリック。指輪2つしてるリック。かわいいです。あと、これつけるの忘れてた。うん。オッケー。はい、リク。はい。はい。どっちでしょう。はい。どうしよう。はい。はい。どっちでもいい。はい。そして、これあんねんな。これチロス。ピンク、これ何、ストロベリー味のチロスかなんかかな。おー、チロス美味しいな。美味しいよな、チロスな。食べたいな。はい。左手にも指輪発見。どんなんやろ、これ。若いね。今日もね。さあ、そして、どんどん行こう。よいしょ。おー。誰？これ撮ってんの誰？やけどね。これメンバーとの写真がないということで、ほんま、これプライベート、お友達と行ったのかな？あ、これは、マリオや。マリオのとこや。行ったことないわ、まだ。うわ、かわいい。ハートのカバン。めちゃめちゃハートやん、これ。もう真正面向いてくれてるし、ほんで、しかも。違うんかな？あ、隠してんのか。ハートのマークで隠してんのか。特定の、ね。ブランドのバッグというのを避けて。そういうことやな、きっとな。あ、だってめちゃめちゃハートやもん、これ。そういうことやな。ということで、次こっち。はい、まこちゃん。えい、千鳥格子です。若いみんな、この柄を千鳥格子と言うんだよ。覚えといてね。はい。それで、あ、かっこいいね。もう、黒ベレ。いっぱい、おい。あー、これ横浜やね。横浜行ったのに、お姉ちゃんとリフジ、わー、ちゃんと行ってきました。ちゃんと行ってきたー。横浜ですよ。中華街。なんでしょう、小籠包。小籠包。頭の上も小籠包。みたいな感じね。小籠包が小籠包を食べる。みたいな感じね。気をつけて、やけどしないで。うわ、目がクリクリー。目がクリクリー。これたまにな、この、まこちゃんの、もう赤ちゃんみたいな、この赤ちゃんみたいな顔するの。かわいいって思う。で、まためっちゃかっこいい顔をするときも、すっごくかっこいいって思うな。はい、わあ、そして、ああ。これ、港未来とかいうやつ。あ、こっちのタワー、こう、まあ、ホテル的なとこ、ここ知らんな、ここ知らんな。私知らんな。港が似合う女だね。はい。お、そして、はい、こちらは、どっかのホテルのね、ロビーだ。のよね、これね。ウィズユーの方が特定されてましたわね、これね。またこれでも別の日や。衣装ちゃうやん、これ。え、さっきの千鳥格子の中がこうなってる？タートルネックのセーター。おー、違うわ。一泊したかな？それが日を変えていったかな？もうアウターまで違うからね。別日で行ったかもしれんね。ゆっくりと。わー。はい。
もうこれまた20の、ウィジューにとっての聖地となりました。ごめんなさい、こちらのホテルの方みんな行かせてもらいます。同じ席で写真撮らせてもらいます。恐れ入ります。なんていうホテルやったっけな、コメント見たら港未来にいたんかいって書いてますけどね、何ホテルでだよねみたいなの書いてない。ツイッターではなんか誰か あそこですよねって言うてたけどな、分かれへんわ。まあまあ分かったらまたあのこ出しときますけど、出てなかったらもうごめんなさいね、時間なかったということで。はい、まこっちゃんまだ、あ、そうそうか、さこれで終了。あっちゃん、あっちゃん、あっちゃんは出てこないんだね、これ。やっぱり、あの、20アーティストオフィシャルですから、うん、あんまり、あの、他の人との写真は載せないでくださいね、って言われてるね。うん、あ、そう、あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんと写ってる写真は大丈夫ですか？うん、そうだよね。もうお姉ちゃん、あっちゃん、ね、別に問題ないと思うんだけど、でも、うん、そうするとまた、どこまでがいいとかなっちゃうからね。やっぱやめとこうか。っていう判断のもと、あっちゃんは映らないという感じでね、これ掲載されております。はい、そして、はい、リオちゃんかっこいいね。これ練習スタジオ ?JYP。もうこれ韓国、in 韓国、at、in 韓国ですかね。in Korea ですね。はい、はい、peace、peace。もうニット帽が似合うんだよ。リオちゃんは、うわー、はい、ちょっと透明やけどね。透明やからね。なんか、なんか余計にこう、って求めてしまうよね。うん、いいね。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 やっぱ全体見てほしいね。リオちゃんはね。ファッションリーダーやからね。コーディネートをちゃんと見てほしいということで、ね。全体で撮るね。はい、ふわ、リオちゃんの、バスケ劇。やおい。やおい。まあ、これメンバーカラーやけどね。なんなんでしょう。ああ、こんな色のケーキはもうちょっと馴染みないわ。私ら世代にはこれは、嘘って思う、このケーキ。うん。申し訳ないけど、すっごい綺麗。どんな味すんのって感じ。ハッピーバースデー、リオ。ね、言ってます。ハッピーバースデー、誕生日の時のね。やつ、お、こんなセレモニーがあったの？え、これ音出る？音出ない？あ、なってる、なってる、音なってる。で、はいはい。これもうあれかな、稽古場かな、これ。稽古場というか会社やよね。ええ。ニーナが、あと水飲んで大丈夫。持ってんのは、あやかか？撮ってんのこれは、ミーかな？ミーヒの声っぽいね。撮ってんのはね。うちで歌ってんの。色気はぬけだよ。色気へば。あかん、見てますな、これ。見てます。おめでとう。あいらさん、おめでとう。はい、そして、まゆちゃんです。いやー、まゆちゃん、これも、ねえ、稽古場です。いいね、ちょっと、わ、これはいいわ。まゆちゃん、このちょっと薄化粧的なまゆちゃん。こんなチェックのシャツで、こんなお腹出るシャツあんねや。すごいなー、いいね。そして、また、見事なハート。これもやっぱり、消してるのね、こうね、っていう、特定されないようにね、いいですね。はい、うわーいいです。お姉さん、綺麗なお姉さん、綺麗なお姉さんは好きですか？でこんな CM あったな、昔はな。あ、もうあ、もうちょっと腹筋立て割れ、縦に割れてる。いやー、なんでこれ、どういうことこれ。うん、エガちゃんがようわからへん。どうしたらいいかわからへんのにやってしまう。私って勇気がある。そして、あ、リマちゃん登場です。リマちゃんが登場しました。いいですね。稽古後、前、はい、どっち？どっちでもいいですよ。はい、リオちゃんです。はい、ヒョウ柄の、これまた、ニットじゃないんだよね。なんかもう、あの、帽子、ニットなのかな？どうなんでしょう。それで、あやか。はい、どうぞ。はい、そして、はい、ついていく。いいです。あ、かわいいね。りょうちゃんの、はい。いいね。
いいね、はい、ね、そしておいミーヒですよ、来ました。ミーヒはウサちゃんで隠す、ミーヒはピョンピョンで隠す、でもハートも忘れない。はい、これはもうお姫様やな。な、何これ、過去ピック、過去ピックですから、ね、だいぶ前のやつだ。なんかこんな衣装見たことあるわな、確かなんかあったな。はいはい、お姫様ですよこれ。イエイ、わー、白い、色が白い、透き通っているよ、うん、あーミーヒ、あーお姫様です、ほんとお姫様、ありがとう。さあそして次行きまーす。おいニーナー来た、ニーナニーナニーナー、これどこ、ピンクにかわいい、これもうカナダ、インカナダですか、どこ、ユニバ、ユニバなのこれは、んー、おいしょ、これユニバか、また実家とか思ったけど、そんな暇ないわね、実家帰ってもまたそこで隔離で、そっから韓国行ってまた隔離みたいなことになるからな、うん、なかなかそうはいかないわね。はい、ということで、わおわおわお、うん、そう、ユニバこれ、うーん、え、ユニバや、おー、すごいな、わか、これでわかるねんな、ユニバって特定するねんな、みんなな、うーん、ニラニラーニラしか勝ったー、猫耳ほ、あ、猫耳、猫耳つけようかなこれ、猫耳なんとかならへんかなこれ、猫耳ってさ、なんか作り方なかったっけこれ、こうして、ん、こうして、んで、こうして、あ、できたできた、お、これできた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 、よし、え、これ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 どう、ラニーラニーラニーラしかかったー、ニーラしかかったー、これでなってる、ちゃんとちゃんとなってる、チェックチェック、ニーラニーラニーラしかかったー、もう今日はもう、あれや、今日はアネス、今日はアネスとこう、かぶせるじゃなくて、アネスと一緒に、みたいな感じ。こんな感じ。おう、ニーナー、ニーナーしかかったー、ニーナーオッケー、いい、これで。ちょっと、まあ、こんな感じでね。はい、ということです。はい、リマちゃん、わぁ、近いわ、お目目がでかいし、はい、みんなで行くよ、白目白、はい、はい、これね、出遅れた、はい、もう一回いくよ、せーの、白目白、はい、これね、白目白言うとかんとね、うわくわー、耐えれるこのドアップ、あなたな、いくら最近美肌補正とかなんかとかいろいろあるとか言われてるけどさ、この近さで取らせられる、しかも取らせさしたものをあげらせられる、これマジで、これすごくない、綺麗、リマちゃん、これがリマちゃんです。あー、おっしゃ、あやか来た、あやか、いいね、改めていいね、ちょっとこう、あの、愛嬌してない、このこう、ちょっとすまし顔、いやー、これなあ、さ、 JY パークさんはほんまにな、偉い、うん、JY パークびっくりやわ、うん、筋やもん、ほんまに。え、ごめんごめん、筋やもんって言ったらあかん。うん。筋ちゃんのような、やっぱり、すごい、こう、なんやろな。綺麗。はい。そして、おー、これが、まやちゃんとりおちゃんね、水族館行ったいうやつやね。はい。今度は、お魚で隠す。はい。お魚で隠す。はい。まやちゃん、りおちゃんです。はい。え、こう、どこですか、どこですか、やっぱり品川ですか、どこですか、うん、ラブセーブ。ああ、いいですね。二人で行ったのかな、これな、バンドいるかですか、何ですか、ああ、そして、お土産売り場で売ってたよね。白鳥と、はい、ひよこ。ということでございまして、近況のですね、インスタグラム、20アーティストオフィシャル、見て楽しむ、癒されてみようでした。よかったね。あ、よかったよかった。まあ、なんて言ってもな、今はまあ、韓国で元気に頑張ってると思います。そして、稽古の合間にね、写真をね、アップしてくれるのも、これ大変やと思いますけどもね、なんやな、これすごくみんなこう映えてますけどもね、どう撮ったって映えてますけども、わー、この耳
あかんわ、もう時間もう何番って思ったらなんていうか、もういつまで延々やってまうからこれやめときますわ。もう本当に嬉しい。普通の何でもいいわ。何でもあげてくれたら私らもう大喜びやから。うん、ご飯食べてんのでも何でも、うん、いいですよ。今の NOW の20をね、まあ、タップしていただけると嬉しいな。あ、これ韓国で今これなんだ、あ、韓国のカフェ行ったんだとかね、そういうの見たいなと私は思います。ぜひとも、だから皆さんね、そう思うでしょ、ということでございまして、今日もおまちこがお送りしました。チャンネル登録まだという方はぜひともチャンネル登録していってください。高評価のボタンもポンと押しておいてください。はい、そして おかえりをつけるこんばんは、まちこでございました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。